武田実験部長の中森です。それでは今回も質問に答えていきましょう。武田塾チャンネル。千葉大学文系志望です。過去問にはいつ頃から移ればいいでしょうか。時間っていうよりはセンターでその2次で使う科目が、まあ、時間無制限なら8割とかいけるようになって、その後地方国公立レベルですね、武田塾でいう、あたりが終わったら、まあ、本格的に過去問入る感じですがね。まあ時間的なリミットって意味で言うと、まあ、年内には入りたいかなって感じですかね。最悪そのセンター終わってからっていうのもなくはないんですが、まあ入るレベルに行ったらもうそのタイミングから入ればいいし、遅くとも年内には入りましょうっていう感じです。冬アニメでどうしてもリアルタイムで見たい作品があるのですが、息抜きとして毎週30分だけ見てもいいですか。まあね、アニメに限らずその息抜きですね、これは全然ありなんですけど、これをやった結果課題が終わらなかったっていうのはダメだと思います。だからそのご褒美方式というか、こういうをなんか罪悪感なく見るためにちゃんと宿題とか自分で決めた勉強を終わらしてから気分よく見ようっていうね、そのルールを守れるのであればいいかなと思います。それができなかったら見ないっていうのを自分に課した方がいいかなと、そこはね、優先順位を間違えないでちゃんとできるならいいんじゃないかなと思います。英検2級なら単語帳やるだけでなんとかなるって本当ですか。まあ過去問とかあの辺をちゃんとやり込めばできないことはないとは思うけど、できないことがないっていうのはそれだけで十分というわけではないので、受かる人もいるだけの話ですね。普通に参考書やった方がいいと思います。特にライティングとかはね、実際に時間がなくてそういうので乗り切ってるケースっていうのはありますね、その2級以下であれば、でもまあおすすめはしないですよ。普通にちゃんと対策した方がいいと思います。漢文山の山は割と完成してるんですが15点しか取れません。何すればいいですか。これはセンターの点数がってことでいいんですかね。多分純粋に解いてる文章の数が少ないっていうことと、書き方指文の音読をちょっとやった方がいいかなとは思いますかね。結構その漢文って話の筋というかその流れを結構追っていくとオチが想像できたりっていうのは結構あるんで、それをやんなきゃいけないっていうのと、漢文結構やってたらわかるかなとは思うんですけれども、なんというかその一回句法とかを駆使して読んだとしてもそんなに情報取れないんですよね。なんかそのどこの部分を気にすれば問題が解けるかっていうと、説問ごとに結構違ったりしてて、その訳せたから解けるみたいな感じじゃないところが割とあると思うんですよ。なのでその問題慣れするっていうのは結構重要かなと思うし、あとは意外と取らなきゃいけない情報が取れてないことが多いんで、それを避けるためにも音読で一回こうしっかり内容取れてるかなっていうのを抑えていく、訓練をしていくといいんじゃないかなとは思います。慶応経済の小論対策はネタ本の他に何が必要ですか。過去問の添削は学校でやってもらえます。まあだったら過去問だけで十分じゃないかなと思いますけど、ネタ本があるのであれば。ただネタ本のちゃんと要約とか、あとね、短めの文章を要約する練習とかあたりはしといた方がいいかなとは思いますけど、まあそのぐらいかなとは思いますかね。まあなんか参考書増やすよりも過去問のリライトを何回も徹底的にやり込んだ方がいいんじゃないかなと思います。といったところですかね。今回は以上です。武田塾チャンネル公開収録第2回 in 大阪を、武田塾大阪校で開催します。前回と同じく、概要欄から、申し込み、できるようになっておりますの で今回は私と高田先生が出演するという形でご参加ください。なんと今回は、はい、参加した全員ですね、志望校のカリキュラムプレゼントしちゃいますよと、はい、なってます。関西の皆さん、僕たちに会いに来てね。はい。